ちらのニュースです。今日午前、福岡県苅田町の港に停泊していた船で爆発があり、男性9人が怪我をしました。では現場から中継で伝えてもらいます。阿部さん。はい、今見えているのが爆発があった船です。現在も爆発した時と同じ位置に停泊していて、警察が船内を事故原因を詳しく調べています。怪我をした1人は、扉を開けるとピンクの火花が見え、爆発したと話しているということです。警察と消防によりますと、今日午前10時ごろ、福岡県苅田町松原町で船が爆発し負傷者がいると119番通報がありました。10代から50代までの日本人とみられる男性9人が爆発に巻き込まれ怪我をして、そのうち3人が全身に火傷を負い重傷です。爆発が起きた船は全長60メートル、およそ500トンの第10英雄丸で、港には荷下ろしのために停泊していたということです。ドーンという音と、どし、地響きがしたので、花火の一番大きいやつなんですか、あれぐらいの大きさ、近くで聞いたような。警察によりますと、第10英雄丸にはセメントの材料となる土が積まれていて、現場にいた人は土を下ろそうとハッチを開けたら爆発したという趣旨の話をしているということです。